まずはカープの先発森内、マツダスタジアムのマウンドに上がります。これから注目の立ち上がりになります。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でインコース詰まりました。堂林抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている北条。まずはワンアウトを取っています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。打ちました。松山一塁そのまま入ってアウト。打順は3番糸井。ツーアウトランナーありません。マウンド上森内、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打打った、このあたりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。鈴木が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回になります。タイガースの攻撃、バッターボックスには4番大山。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。インコース決まった。ノーボールツーストライク。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センター掴んでワンアウト。5番バッターサンズ森内、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。外れてボール。スライダー決まりました。ワンボールツーストライクです。インハイ際どいコース、見逃し三振。バッターボックスには6番マルケ。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、引っ張った堂林、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。0対0同点です。3回の表7番から始まるタイガースの攻撃、梅野が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。引っ張った、これはどうだ。三遊間抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには木浪。もしかするとインサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。カープピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。さあバッターボックスには先発の秋山が入っています。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎え、このピンチ見事三振を奪いました。緩いボール決まっています。先制のピンチの場面だったんですが、なんとかワンアウトです。いい球ですね。いいアウトが取れましたね。さあこの場面で打席には1番の近本が入っています。インハイに送ってストライク。切れてますよね。アウトローの変化、このピンチ空振り三振に切って取りました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ここで先制点を与えるわけにはいきません。連続三振でツーアウトです。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の北条が入っています。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。緩いボールしっかりと見極めました。引っ張った、堂林一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。